どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、皆さんこのねウクレレってこう弦が張ってあるわけですけど、この弦をですね今日は交換してみようかということでご案内させていただきます。今まで弦私張り替えたことないなとか、張り替えてみたいんだけどどうやったやったらいいかわからないよという方、ガズと一緒に張り替えていきましょう。そしてですね、見てくださいこちら。はい、この度ねガズレレ G ラボから新たに発売になりました弦がね発売になりました。はい、その名も柔らかいウクレレ弦でございます。はい、このウクレレ弦はねほんといいですよ。このガズのわがままウクレレにもともと貼ってある弦でございまして、あのベトナムでこのウクレレを生み出しているねモジャ川上くん、ウクレレビルダーすご腕です。彼のもうメガネにかなったこれ弦でございましてですね、彼のセレクションになっております。じゃあこれをですねご案内しながら、このウクレレ弦今から一緒に張り替えていきましょう。そしてですね、今この動画初めて見てくださった方ももしかしているかもしれませんけど、ウクレレって楽しいのかな、私にもできるかなと思った方、めちゃくちゃ楽しくて簡単にすぐできますよ。ここにリンク貼っておきますので、ウクレレに興味を持った方ぜひここからウクレレ始めてみてください。それじゃあ早速弦を交換していきましょう。そしてですねちょっと最初にこのねウクレレ弦のご案内なんですけど、ここよく見てもらいたいんですけど、見てこれほら2回分入ってますよということで、まずねこの柔らかいウクレレ弦ってね2セット分入ってるんですよ弦が。しかもあのもちろんソプラノじゃなくコンサートとしても2回分取れるぐらい入ってますんで、相当ねリーズナブルになっておりますよ。はい、そんなことでじゃあまあ順番を追って説明していきますけど、まずはですね今弦を張ってある弦をまず外していくところから始まると思うんですけど、これねウクレレの弦はあのこういうフロロカーボンとかナイロンとかそういう素材ですんで、まああのニッパーとかなくてもねこのハサミで大丈夫だと思うんですけど、このチューニングがあったまんまねこうパチッと切っちゃうともうバチコーンと飛んできてちょっと危ないので、最初緩めます。はい、こんな感じでこのこれくる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 回して、音を聞けば分かりますよ、どっち回してるか緩んでるかっていうのを。はい、あーこれこんな感じかな、はい反対だなって、こんな感じでぐいぐい緩めていきます。それである程度緩くなってきたところで、ハサミを使ってこれ切っていくのがいいですね。はい、じゃあ切りますよ。これもパチッなんてことない、普通にこれコツはいらないです、ただ切るだけです。はい、ピシッピシッで、こういうところね、あのこっちがねあのピョンって飛んでっちゃうかもしれないんで、ここちょっと気をつけておいてね、こう押さえながら切るのは、今ちょっと私ワイルドにやっちゃったんですけど、押さえながらやるのがいいと思います。そして、ここ見てください。ガズのわがままウクレレの場合ここに引っ掛けるタイプのブリッジになってるんで、ここにこうキクッとこう玉がついててここに引っ掛かってるんですね。これ後からね弦張るときに自分で作っていきますね。こんなの覚えておいてください。ここも今スッとこうこれ引っ張るとこっちに抜けるんです。そうするとこういう風にダマになって、ここに引っかかってこう止まってると、これ覚えておいてください。はい、これもそうです。キュッと引っ張ってあげる、そうするとこうね玉になってるでしょ。はい、はい、これ覚えておいていただきたいです。これ後でねしっかり解説していきます。でこっちの方なんですけど、この今ねパッと押したけど、これ水引き挟んであるの、これただ本当に挟んであるだけなんで、こういうのはスッとこうあのどっかこう置いておいて、また後で挟んでいきます。でここにも巻いてあるのをこうくる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 こう外していくんですけど、これ巻くのはねまたコツがいるんで、あの後でしっかり解説していきますね。でまずここで、はい、これで弦が綺麗に取れましたと。はい、何もなくなっちゃった。はい、で、これですね、この状態ですぐ貼ろうと思うんですけど、やっぱりちょっとお掃除したいから、ちょっとさっと拭きましょうか。ですね、拭くとき、こういうね、楽器を拭く専用の布みたいなのもあるんですけど、もう何でもいいですよ。使い古しの T シャツとかそういうボロを切れてもいいんで、まあこういうところのほこりをね、まず大まかにこう取ってあげて、さーっと、こんなことでね、いつもありがとうねっつって、こう感謝のと、感謝とともにこう拭いてあげると、こういうとこもね、いつも手で触ってるとこなんでね、たまにこうやって拭いてあげましょう。はい、そしてここで綺麗にしてあげて、こういうとこもホコリが結構積もってたりするんで、こうやってパーッと拭いてあげる、これがね愛情込めて弦を変える時はこれを儀式みたいなセットになってますから。はい、そしてですね、まあ私よく動画でねお伝えしてるんですけど、このティッシュペーパーでもいいんでね、これ用意してもらって、あの最近でっかいの買ったんですよ。見てください。じゃーん。オレンジオイル。ガズはね、結構オレンジオイルを使うんですよね。ここ、オレンジオイルって何かというと、木にね、ここ、指板とか、ここ指板って言うんですけど、ここはですね、木がそのままで何の塗装もしてないんで、ここちょっとね、潤いを与えてあげるために、こういうところにちょっとこのオイル成分をね、こう、入れてあげると。今ちょっとスプレーしまして、これをこう、さーっとこう塗ってあげます。スーッと擦り込んでいく。擦り込んでいきます。ティッシュペーパーで。で、これでね、すごいしっとりするんですよ。まあ、化粧水みたいなもんですね。で、汚れも同時に落ちます。で、こっちのボディの方は塗装がしてあるんで、これオイル塗ってもあんまり意味ないというかなんですけど、これ僕はね、これで汚れ落としの成分もあるんで、このオイルついたまんま結構ボディまで拭いちゃいます。そうするとこれピカッとちょっとオイルがね、
潤いをこうボディに与えてくれるっていうのもあるんですけど、これベタベタになっちゃったら拭き取ってくださいね、余計な油は。はい、ひとまずさらっと今やりました。こんな感じで横もね、はい、時間があって余裕があるときはこのぐらいやってあげると、あとウクレレも喜んでくれるかなというふうに思います。はい、ひとまず綺麗になりました。じゃあここから弦に取り組んでいきましょう。じゃあこのオレンジオイル、じゃあこれパッケージを開けてみましょう。はい、このガズの柔らかいウクレレ弦使用していきます。どんな風になっているんでしょう。開けてみますと、こういう風にパッケージされてます。はい、こんな風ですね。後ろを見ると、ここに QR コードがついてます。この QR コードを、当ててもらうと、今この動画が流れるということになると思います。これ開けていきますとですね、はい、開けていきます。はい。こんな感じで、二つの、この、これがですね、こんな風に巻いてある、輪っかの塊が、二つ入っております。これで、1弦から4弦まで1セット。これで1弦から4弦まで1セット1という風になっております。そしてね、ここ見てもらうと分かるんですよ。書いてありますけど、色でね、分けてるんですよ。はい。これを見るとですね、1弦が青、2弦が黄色、3弦が緑、4弦が紫という風にね、1本ずつこういう風にね、色が塗ってあります。よーく見てもらうと分かるんですけど、これね、すごく分かりやすいと思うんですよね。じゃあこれ広げていきましょう。はい。そうすると、こんな風にまあ巻かれているんですけど、一本取り出してみましょう。一番太い、この三弦用のやつ。これなんですけど、こんだけ長さがあるんですよね。で、ソプラノウクレレサイズに合わせると、こっからここまでも全然余裕です。じゃあ、コンサートウクレレここにあるんで、コンサートウクレレに合わせてみても、もう全然余裕の、もう、ここから、もうこの辺まで長さがあるんで、十分、コンサートサイズ2回分、ありますんでね。長さは安心してください。じゃあ、それでは、これ貼っていきましょう。で、最初にこの弦を貼るときにね、どういう構造か、さっきもちょっとお知らせしたと思うんですけど、ちょっとわかりやすくするために、これ持ってきました。これね、クリームチーズキリの箱なんですけど、これをね、ちょっとまあ見てもらいたいんですよ。で、これを、今これ iPhone の充電器のコードなんですけど、一応物理的にはね、まあ一個のやり方ですけど、これがブリッジだと思ってください。はい。それでこれ弦ですよ。そしてこのガズのわがままウクレレとか、こちらに置いてある、まあこれ昔のカマカですけど、このカマカのブリッジとかも、理論上はですね、こんな風に、この弦として、これをこう縛るじゃないですか。縛る。はい。これも2回ぐらい縛るといいと思うんですよね。で、こうやって縛ったところを、クッとこう、キッとこういう風に、こう、ダマを作ってね、さっきもちょっとダマ見せたでしょ。で、こういうところに、クッと引っ掛けて、わかります?ここにこうグッと引っ掛けて、こっちに弦を張っていくということで、こうやってこの玉を作ってストッパーを作ってというのが、このガズのわがままウクレレとか一般的なウクレレの弦の止め方なんですよ。で、ちょっともう一回今のやつをやると、こう通してるでしょ?この縛り方ね。まずね、最初ね、ここ、まずブリッジ通したとして、今玉の作り方ですからね。これはもう本当に簡単。普通に一回縛ります。こんな風にして。わかる?これはできますよね。これ、ぐーっと。はい。そしたらこっちの先っちょの方をもう一回縛る。こんな風に縛る。そうするとこれ2回結びになるじゃないですか。このぐらいで大丈夫だと思います。そしてですね、2弦と3弦は結構ウクレレの弦太いんで、もう1回か2回ぐらい巻けば十分なんですけど、1弦と4弦の場合、ちょっと弦が細いんで、これもう3回ぐらい縛っちゃっても全然、玉としては大きくならないんで、しっかり引っかかる方がね、ここに、ぐっとこのウクレレの、この、ここに引っかかる方が、ブリッジに引っかかる方がいいわけですから。ここにカチッと引っかかる方がいいわけですから。そんな風にして、結んでいこうと思います。そして、これね、もう一個ね、お知らせしておいた方がいいんですけど、ウクレレの弦の張り替えって、なんでね、こう、大変かというと、ウクレレにもいろんなタイプのね、ブリッジがあるから、それに対応して、それぞれの説明がやっぱり必要になると思うんですよね。で、ちょっとね、これ見てもらいたいんですけど、片や、これ、ガズの初めてウクレレなんですけど、さっきとちょっと違くて、ここになんか、編んであるようなのがあるんですよね。このやり方も皆さんちょっとシェアしたいと思います。もちろんこれもですね、ここに玉を作って引っ掛けるっていうやり方でもいいんですけど、1弦と4弦のね、穴がちょっとやっぱちっちゃいから、なかなかここスカッと抜けちゃうっていうことがあるんで、この結び方、簡単に紹介しましょう。弦をこの赤い紐だとしてやってみますと、さっきと同じように、これがですね、このブリッジのここだと思ってくださいよ。まずこれ通します。よいしょ。これ、キリのクリームチーズの箱をね、穴開けたんですよ。はい。わかりやすいかなと思って。はい、こんな風に通しましたね。こうやって通した。見える?こんな風になってます。で、今からね、ちょっと角度変えるね。よいしょ。じゃあ、ちょっとここら辺移すとして。今こんな風に、
弦が通りましたね。じゃあ、こっちがネックだとしますよ。はい。こっちがネック。で、こっち、弦の先端ね。したら、まずこういう風に前に落として、下を通します。下を通した。下を通しました。わかる？こうなりましたね。はい。して、これ今こうなってるのを、もう一回今度は、こっちから通します。こうやって通します。わかるかな？こういう風。はい。そして、またこれをこっちに持ってきて、もう一回下を通します。下を通します。つまりこれ、結んでんですよね、ここで。もう一回ぐらい同じことをします。それで、これ、張っていくとこっちから、こっちに力が入るわけですから、こう、ぐーっとこう力が入っていくと、ここで、見てください。ここで、自分のこの、ここで引っ張ってこう、ぐっとロックされて、もうこれ以上ずれないんですよ。こうやって結んでいきます。ちょっと、今ゆっくりやったんですけど、もう一回、説明しておきましょう。まず最初、通しましたよね。そしたらこれ、まず、こうやって前に持ってきて、下に通す。こっちに持ってくるでしょ。はい。そしたら、今度上に持ってきて、上に持ってきましたね。そしたら今度これをまた、ここの下に通す。下に通す。はい。下に通しました。そしたらこれまたもう一回上を通ってこっち側に持ってきて、そして今度、これをまた下に通す。下に通します。はい。これもう一回上に持ってきてから、下に持ってきて、これで、キュッとこう張っていくと、ここでキュッとし、キュッと締まる。これが、こういうタイプのブリッジの、やり方でございました。はい。じゃあ、今日はまあ一応、わがまま遅れの弦を張り替えようということに しようと思ってるんで、これでやってみましょう。それではですね、まずね、4弦から張り替えていこうかなと思います。4弦つら自分に近い、一番近い方ですね。はい。このパッケージを見ると4弦が紫色ってことになってるんで、この色をね、さっき開けたところからこの紫色の弦を1本引っ張り出してきます。はい。これが紫色です。ちょっと見づらいですけどね。で、これね、ガズレレ、弦。このガズのや、ガズレレと G ラボの柔らかい弦の特徴なんですけど、なんと、1弦と4弦の太さが全く一緒なんですよ。これがですね、モジャ君のこだわりでございまして、僕もこれを採用してから結構、なるほど、これはなかなか面白いなと思ってるんですけど、聞き心地もいいです。はい。そして、さっきと同じように、ここ、ダマをまず最初作るんですけど、まず、このタイプは、引っ掛けるだけなんで、こっち通さなくていいんでね。まずこの状態で玉を作りましょう。まず一回普通に見る。普通に縛って、普通に縛りました。はい。これ普通に一回縛った状態ですね。はい。こんな感じ。そして、縛ってこっち側をもう一回こっちに持ってきて、縛ったこっち側をもう一回こっちに持ってきて、もう一回縛ってあげるんですよね。はい。さっきやった通りです。二回ぐらい縛って、で、キュッとこう引っ張っていくと、こう、クッとこう、クッ、クッとか、見て。玉ができたでしょ。これを、ここの溝に入れて、引っ掛けるわけです。はい。今ですね、ハニーさんにカメラ撮ってもらうことにしました。ちょっと見づらいんで、アップでいきましょう。じゃあ今さっき作ったこれ、この玉を、ここに引っ掛ける。ここですよ。いいですか？よいしょ。ここに、クッと、中にこう押し込むようにして、はい。これで入りました。これ、クッと引っ張ったらわかるんですけど、もうここで引っかかってるんでね、バッチリなんですよ。で、ここどうするかっていうと、切っちゃえばいいんでございますけれども、ここで切ると傷ついちゃったりなんかするんで、あ、これで引っかかったなって確認したら、もう一回、これを外して、もうこういう安全なところで、ギリギリらへんで、こうやってパチッと切っちゃいます。はい、切っちゃいました。そしてもう一回、ここに持ってきて、ほら、クッとさ、こっちから見ると、なんていうの、ここに収まってるね。お部屋の中にこう、卵収まってるみたいな感じ。はい。それでこうやってこう貼っていきます。で、これも、他の弦も、一緒に、このような状態でやっていきます。次は、3弦が緑色だっていうんで、3弦もやってみましょう。で、3弦はね、ウクレレの弦の中でも一番太い弦なので、これはね、多分結ぶの1回で大丈夫。1回クッと結びました。はい。もうそれでこんな大きい玉ができるんですよね。見えるかな？はい。したらこれはですね、もう、この辺でもう最初から切っちゃいましょう。あんまりね、焦ってやるとね、緩んじゃったりするんで、あれなんですけど、まあ一番、ひとまず切っといて、ちょっとこのウクレレ、ここの溝が細いんで、注意点なんですけど、最初にですね、ここのところ、こんな風に溝に当てがって、ここにちょっとこう、クッと最初に押してあげるのがね、コツですね。はい。こんな状態にまずしてください。クッと押し込んで、はい。で、この玉をちょっと下に押さえながらも、こっちに引っ張っていきますよ。コツがいるところ。はい。パチッと言いました。こんな感じで、こういう風に貼っていこうというように。こんな感じで、どんどんこう進めていきます。この2弦です。2弦も同じように玉を作るんですけど、2弦はですね、
2つぐらい巻いとこうかな、やっぱり。はい、2つここ巻いて玉を作って、はい、キュッとできた。これも同じようにここに溝に挟んで、ここでキュッとキュッと引っ張って、ここに、はい、お部屋に入れて、1弦もさっきと同じように、これもね、2つぐらい巻いとく方がいいと思います。一縛り、もう一回回して蓋縛りして、でここの溝にこう当てがって、さっきと同じようにここキュッと、はい、でこれで4つこんな感じでね、綺麗に収まっております。こっちから見るとちょうどこの部屋の中に入ってるんですけど、この3弦のところがね、さっきもやったんですけど、この最初にグッと詰めてちょっと押し込んであげてからグッと引っ張り込むっていうのは、結構これ太さがね、太いんで3弦だけ要注意になります。はい、じゃあ今度はペグの方に行きましょう。はい、今度はね、このペグに巻きつけてる方法、このペグ、はい、これをちょっと解説しようと思うんですけど、ちょっとここアップにしてもらって、このペグをこれだと思ってください。これほうきの枝だけ持ってきたんですけど、こんな風な形になってるんですね、ここって。でこれ向きがね、右左にこういう風に見てもらうと分かるんですけど、左右対称じゃないですか。でこれを要注意なんですけど、まずこの4弦だと思ってください。そしてこれを iPhone の充電のコードを弦だと思ってください。まずこれちょっと見といて、まずこんな風に入ってきて、こういう風に入れますよ。入れました。そしたらですね、はい、これ4弦だと思ってくださいよ。そしたらこういう風に回してきて、下を通します。OK？ 4弦ですからね、これ。はい。下を通しました。ここまで OK ですか？はい。そしたら、こういう風に弦がこういう風にあるわけです。ボディに行くわけですね。で、これ、余ってる方を、こういう風に持ってきます。こういう風に。はい。そうすると、こんな形になります。いいですか？そして、巻いていくんですけど、巻いていくときに、ちょっと見てもらいたいんですけど、こう巻いていきたいんですよ。そうするとどうなるかというと、ここで、自分の弦で自分を踏んづけて、ロックしてるんですよね。ここでクッとこうロックしてる。はい。その状態のままこういう風に巻いていくと、緩まないという風になってます。そして見てください。こうやってね、下に巻いていくんですよ。下に巻いていく。これ皆さん、ご存知がない方結構多くてですね、ちょっとこれ分かりづらいんですけど、こんな風に、どん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 下に向かって巻いていくのがポイントでございます。こんな風にね。これ忘れないでください。で、いい感じのところでこうクッとなるって言うんですけど、もう本当はもっとここはギュッとなりますけどね。今じゃあこの、実際のウクレレでこれを再現してみましょう。じゃあまず4弦のところをここに持ってきました。映ってるかな？はい。はい。こんな感じですね。はい。で、これを、調子いいくらいのところのまっすぐ来るところにこうピッと合わせて、ここに入れますね。入れました。スーッと入れたよ。入れた。そしたらですね、大体ね、次のペグぐらいのところのちょっと短いぐらいかな、この、ここ3センチぐらいかな、3センチぐらいを、こう戻してあげるんですよ。これ巻き白になります、ここが。ここが巻き白ね。ピーンとちょっと指で弦を張ってみて、ここもこう映してもらって、こう、こんな感じで、ピーッと張って、ここら辺3センチぐらい飛び出したところで、ちょっと握っときます。それでこっち戻してあげる。これが後で巻く分になりますね。それでここで指をこうやって押さえて、これ、さっきやったのを再現しますよ。これを下から入れます。下から入れました。はい。そして、ここ、緩まないようにこれロックしたままで、これを、こういう風に持ってきます。はい。この形、見てください。はい。これで巻いていくんですけど、これ最初ね、ここ、癖をちょっとつけてあげるといいですね。指でクッと押してあげて、そして、巻いていくんですけど、これね、離すとね、こういうパーッとこう、すぐ緩んじゃうんで、どうにかしてこれを押さえながらやりたいんですよ。だからこんな感じでつまんだりして、こう巻いていくんですけど、皆さん、こっちに巻いていきますからね。こっちに。そうやって巻いていくと、これが巻かれていくと気づくんですけど、この弦がここに踏まれてるでしょ。これで、緩まなくなってるんですよ。はい。今ゆっくり巻いてますけれども。はい。そしてここ、下に巻きつけていく。これがキーポイントですからね。はい。どん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 下に巻いています。わかるかな？今、見ますか？はい、下に巻きました。はい。これが次に巻いてください。はい。そして、ある程度巻いていったら、今度ここのブリッジの溝にこう置いて、これでクイクイクイと巻いていきます。はい。そして、ほら、だんだんもう貼られてきました。で、今、ちょっとこの、ここちょっとピッと映してもらうと、どうです？下に綺麗に巻かれてるでしょ？これが理想です。で、こっち、さっきのところはどうなってるかというと、これ見ると分かるように、ここでキュッとこう踏まれているんで、これがグッと戻ることはもうないんですよね。自分を踏んでいけみたいな感じでやってるわけですね。で、ここまでぐらいに来たら、この飛び出した弦を、こう切ってあげます。はい。
パチッと切って。はい。これでひとまず、チューニングは合ってないけれども、基本的なところまでの巻き方ができましたということで、これを繰り返していきます。今の巻き方はこっちの説明だったんですけど、今度、こっち側は、まるっきり反対になりますからね。はい。それをね、ちょっと確認しよう。じゃあ今度、一弦を貼ってみます。一弦。こっちをね、あ、ちょっとこっちを落としてもらって、まずね、これよく巻くときに、一弦だと思ってたら二弦を巻いちゃうなんてことがよくあるんで、ここ一弦だなって確認してから、スーッとこう確認して、ここに巻きつけるぞというふうに、最初にこれ確認しといた方がいいですからね。じゃあ今度こっち巻いていきますけど、今度は逆になりますよ。はい。またこうやって入れていきます。はい、入れていった。そして、またさっきみたいにこう、適度にこう、ピッと貼ってみて、ここ2、3センチ、3センチだな、2、3センチ。うん、あんまりやりすぎるとこういっぱいになっちゃうんで、このぐらいがいいと思いますね。この辺、このぐらいの感覚。またここ、こう、キュッとこの巻き代を残して、こっちの右手で押さえといて、今度はこれをこっちですね。こっち側に回す。はい。そして、この下に通して、こうですね。こう、こう。わかるかな？こう。通して、これを、こっちにするってことですね。はい。そうすると今度ここで踏むわけですね。わかる？はい。そしたらまたここもさっきと同じように、両方押さえながら、今度こっちに巻いていきますね。このペグも、こっちに今度は巻いてくるわけですよね。こういう風にね。はい。で、逆巻きになります。はい。これもしばらくこう巻いていって、こう押さえながら巻いていって、はい、いい感じですね。で、ここ下に行くのを確認してくださいね。この弦が、下に巻かれるのをね。はい、こんな感じで。はい。そうすると、こっち、また、こんな風に、さっきと同じみたいに、下に、綺麗に巻かれて、いったぞ、ということになります。よし。そしたら、ここまた、余分なところを、こう、カチッと、こう、切りますと。で、これと同じことを、2弦と3弦もやっていくんで、今、こっからちょっと、早回しでやろうかな。じゃあ、これ、同じ流れですけど、ちょっと、まあ、やってみましょう。はい、こう、通して、これもこのぐらいの巻き代を残して、戻して、下を通して、下を通して、くるっと巻いて、ここ踏みつけるようにして、ここ踏みつけるようにして、ここ押さえて、キュー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 っと巻いていくんですけど、こういう便利なものもあります。これはストリングワインダーといってね、ここをね、くる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 、早く巻ける、必殺技があるんですけどね。こんな感じで押さえといて、こういう機械があります。これ500円ぐらいでね、楽器屋さん行ったら売ってますんで、これで、手が疲れないよってこともある。まあ、よくね、弦張り替える人はこういうのを持っておくといいかもしれないです。ストリングワインダーと言います。これも下にだんだんこう巻いていくぞと。はい。今ちょっと皆さんに見えやすいようにやってるんで、私はちょっとやりづらいんですけど、もちろん膝の上とかに置いてやる方がね、いろいろ楽だったりもしますけど、はい、こんな感じです。はい。またこれを切っていく。よし。また2弦も同じことやっていきましょう。2弦も、さっきと反対のこの1弦側なんで、注意ですよ。はい、通して、今度こっち側に、あ、ここ、巻き代を、まあ、このぐらい、2、3センチぐらい取って戻して、こっちから巻いていって、こんな風な感じで、よいしょと、これがね、またここをロックかけるということで。で、これをこう、お手で押さえながら、もうこんな感じで、結局、慣れてくるとこんな風に、いろんなやりやすい、自分のやりやすいやり方が見つかってくると思います。はい。そんな感じで、これ、2弦もこんな風に貼りましたと。で、ここ、パチンときました。じゃじゃん！はい。そしたらね、こんな感じで、綺麗に下にみんな巻き取られているのがわかると思います。各弦がね。はい。ですか？で、こっち側に行くと、さっきのところ、ここの穴に、この玉が入っていって、こう、キュッとここでロックされてると。で、この状態で、一応ここにね、最低限のこの張力を持って貼ることができました。それじゃあね、チューニングさーっと合わせていこうと思うんですけど、チューニングはね、また別の動画でしっかり解説してますんで、ここにリンク貼っておきますからね、今はさーっとこう皆さんにことを共有しながらチューニングをしていくことにします。じゃあやってまいりまーす。これをこう使って。もう最初はね、こんなにぐるぐる巻いていってもいいですよ。そして今 F になりました。AF、F シャープから G に来て、はい、4弦は G ですよ。G ちゃん A の G ですね。はい、ここはなんだっけ？覚えてますか？ G ちゃんの C。C だから弾いていきます。最初今貼ったばっかりなんて、もう全然もうすっとんきょの音なんで、ぐるぐる巻いていきまーす。はい、C まで来ました。はいはい、C ですね。次は、ここはなんだっけな？ G ちゃん A の E だから、ここ E ですね。2弦です。2弦。巻いていく。こっち向こう。これだ。
D、D シャープ、E まで来ました。はい、E ですね。はい、E です。今度、G ちゃん、E、A、これ A ですよ。じゃあ一弦いきます。最初はもうめちゃくちゃゆるゆるなんで、もうぐんぐん巻いちゃいます。F、G、G の次が A ですからね。G シャープに来て、で、A に来て、あったと思うじゃないですか。さっきね、これ G、C、E、A であったと思うんですけど、はい、ここからご注目なんですけど、新しい弦って、もうどん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 伸びていくんで、これ一週間ぐらいはね、合いません。もう一回4弦弾いてみますよ。ほら、さっき G だったのにもう E、F シャープに下がってるでしょ。だから G にもう一回戻してあげる。で、これだけじゃ飽き足らず、ちょっと見てください、ここ。こんな感じでちょっと引っ張ってあげて、もう弦を強制的に伸ばしちゃう。あんまりバカ力で引っ張ると、切れちゃいますけどね。この辺はチューニングの動画で解説してますんで、まあ、あえて、これ以上は解説しませんけれども、そんな感じで、何回もチューニングして安定させていくってことですね。はい。もう B まで下がっちゃった、ここの3弦も。はい。ここもちょっとこう引っ張ってあげる。で、C まで繰り返して、弦を安定させます。G もちょっと落ちてた。はい。それでもまだね、全然伸びてきますから。ほんと、まあ、最終的に安定するのはね、一週間ぐらいはかかりますね。なんで、こう、ちょっとこう、何回も何回も、チューニングして。はい。一応こんな感じかな。そして、弾いてみると。見事、弦の張り替え終わりました。ということになりました。そしてですね、このガズの柔らかいウクレレ弦、見てください。パッケージ結構厚紙でしっかり作ってあるんですよ。で、見て、もう一回分ここにまだ残ってますからね。もう一回分、張り替え分。だから、一回分使ったら、またここにこんな感じで、戻してですね、同じように、こう、しまっておくと、またもう一回ここで使えるぞということで、こんな感じでお役立てください。で、ざーっと駆け足でね、弦の張り替えのご案内をさせていただいたんですけど、まあ、キーポイントはこのガズのわがままくらいこの3弦の頃がちょっとね、入れづらいっていう、こうギリギリで作ってあるので、そこがキーポイントと、あとこれを、右左反対っていうところがキーポイントで、こう見てもらうと、こういうふうに、こういうふうに巻いてある。こういうふうに巻いてある。これを覚えておいてくださいね。はい。こっち巻きと、こっち巻き。4弦と3弦はこっちに巻いていく。1弦と2弦はこっち。これが結構ね、キーポイントになるかなというふうに思います。そんな感じで皆さんもいろんなウクレレ弦をね、このガズの柔らかいウクレレ弦ぜひ使用してね、体験してもらいたいんですけど、これにもかかわらず世の中にいっぱいウクレレ弦がね、あるんで、いろんな弦を試してね、私ってどの音が好きなのかなというふうに、研究してもらうのも面白いかもしれません。はい、そうやってまたこの弦を張り替えるときに綺麗に掃除したりね、またいちいちこう楽器に愛着湧いたりするんで、そういうこともね、たまに定期的に弦を交換するのは、いいかなというふうに思います。鉄じゃないんでね、結構長持ちはするんですけど、それでもね、さすがにもうずっと張ってるとやっぱ音、どん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 劣化をしてくると思いますんで、今日の動画を参考にしていただいて、弦を張り替えて、健やかな音楽人生を送っていきましょう。それでは引き続きね、今後もいろんなこうやお役立ち動画とか、まあもちろんレッスン動画も含めてガズレレでご案内していきますんで、皆さん、音楽、自分でやる音楽楽しんでやってまいりましょう。それでは今日はご覧いただきましてありがとうございました。ガズレレ柔らかい弦、張り替えてみた、そんな動画でした。さよなら、バイバイ。